のいいと私と思わせる。その前にしーちゃんのさプレゼントさ買ったじゃん、それをじゃあ何を買ったか教えてください。映ってる、あれこっちじゃないや、学校服なのにしーちゃんが来ました。はい、じゃあ出してみようか袋から。わあ、じゃーん、ヒロアカの漫画本でございます。しーちゃんはね、確かね何巻まで持ってるの、6巻まで持ってたんだよね、うん、だから7から20、あれ20まであるかな、20ない、やばい、20なかった、やばくない、一冊足りなかった、ここにあるんですけど1から6まであって21から30まであるから、その間をりみちゃんが買ってあげたいって言ってて、この前ね、ブックオフ、まあ新品ではなく中古で全部揃えてるので、今回も中古屋さんに行ってきたんですけど、はい、なんと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 ありました。やばい、20買い忘れた、うん、ガーン、ちょっと一冊抜けちゃったね、買ってあげないと、うん、後ろにりみちゃんの袋があるでしょ、うん、100均で買った袋なんですけど、それにね、これ、うん、どっちがいい、つめつめしていこう、どっちにする、うん、じゃあそっちにしよう。で、あとはなんか飾り付け、このベッドっていうかさ、このソファーの上にプレゼント置いてちょっと可愛くね、してみましょう。じゃあやっていこう。あ、うまいの、うん、そう、よいしょ、ちょっとね、これいいじゃん、そう、こういう感じのをちょっと飾っていた。あとね、風船膨らまそう。2だよ、12、1もあるでしょ、12歳だから。これ貼ろっか、うん、なんでペーパータオル、あ、それごめん、それは家で使うやつ、ちょっと投げないで、ごめんね。お皿あるよ、あ、そうそう、お皿今日さケーキとか食べるから、それ使おうかなと思って全部ピンクにしてきた、しーちゃんだから。あ、そうそう、風船、風船をね、引こうよ、そう、それも引こう。じゃあとりあえず今から作業します。はい、はい、じゃあママ風船膨らます、リミが風船、じゃあママこれしまう、漫画も、うん、うん、しーちゃん来ない、しーちゃん来ない、どうしてる、しーちゃんはね、今日はね、うん、いないから、はい、うん、パパッとやろう、パパッとやろう、よっこい、どうしよう、どうやって分けよう、これでいっか、2、4、6巻と2、4、6、7巻、できた、1、はい、1、1、1、1、じゃあ次2を、12歳だから1と2を買ってきました。12歳っていうアニメ、ね、できた、あった、はい、これ入れました、マンゴーさん、でもあれ貼ってある、どれ、これ、そう、うん、じゃじゃん、ちょっと全部写るかな、ちょっと写真でも載せときます、ちょっとね、うまく写んないけど、写真撮ったら送ってよ、あリミちゃん倒れた、これはい、こんな感じでしーちゃんの部屋のソファーをプレゼントと飾り付けしてみました。全部ね、飾り付けは100均なんですけど、しーちゃんの好きなピンクでまとめましたね、はい、で、プレゼントは
これがウームさんからいただいたプレゼントで、これがお友達がなんかくれたやつ、可愛かったんで置きました。でこっちがこれがリミちゃんです、あの漫画です。であのパパママからはちょっと間に合わなくて、お誕生日プレゼントがまたちょっとね後日発表したいと思います。すいませんね、遊んでないでいいですかねえしーちゃん呼ぶ、しーちゃん下に帰ってきてるから呼ぼっか、びっくりするかな、じゃ呼ぶよ、呼ぶよ、はい、じゃあしーちゃん呼びます。しーほーちゃん、こっちいらっしゃい。なんちゅう呼び方来た、どうする、来たらおめでとうって言う ないの。ありがとう。見てください、しょうちゃん。じゃじゃーん。どうですか？可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。可愛くしてみました、今年は。ピンクだ。はい、全部しょうちゃんの好きなピンクにしてみました。ありがとうございます。幸せです。じゃあせっかくだから写真を撮りましょう。撮りますか。はい、チーズ。オッケー、オッケー。やっぱこう、これが一番、この角度が一番いい。撮れました？やばい、プレゼント全くつないけど。まあ雰囲気だよね、これがね。雰囲気、雰囲気、雰囲気。今年の誕生日はこんな感じでっていうね。そうそうそう。はい。そうなんですよ。はい、オッケーです。オッケーですか？はい。はい。ということで、今回はですね、リミちゃんがしほちゃんにプレゼントということで、用意したんですけど、リミちゃんのプレゼントどれ教えてあげて。リミちゃんのピンクってどれだ。全部ピンクじゃない全部ピンクだって、リミちゃん。どれがリミちゃんのプレゼントですか。どれでしょう。聞いてるんだけど、うん、それは分かんないんだけど、言わなくちゃ。じゃあ、斜めってるの、あの、寝転がってるやつ。これそう、これがね、リミちゃんからのプレゼントです。で、ちなみにこれがウームさんからいただいたやつで、これお友達だねはい、じゃあ今回はね、リミちゃんからいただいたプレゼントをね、見てみましょう。いいですか？どうですか、しほちゃん、なんか、え、ありがとうございます幸せですリミ、幸せだって、まだ中身見てないうちからでもなんか形でわかりそうな感じだけどね。笑ってる笑ってる。何？形で漫画って分かった。もう分かった。いきますね。はい、いいよ。いきますね。いいよ。どうですか？ひろが、ありがとうございます。ひろがですか？ヒロアカです。しーちゃんがヒロアカ全巻揃えたいって言ってて、リミが揃えたいって言ってた。中間がなかったで、なかったじゃん、うん、確か7から記憶によると19だったんだけど、ないっていうのを言ってて、リミがでね、それを買ってあげたいってリミが言っててね。リミちゃん、うん、ありがとうございますマジで一応ね、古本なんですけど、はい、まあ十分かなという。本当だ、7からあるんだけど。そうなんです。ありがとう。はい、でもちょっと20巻がね、なんか手違いでなくて、すいません、あと1巻後から買いたいと思いますいいですか、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいよかったね、リミ。お、増えていきます、着々と。後でシールとか取らなきゃね。そうなんです、表紙がね、意味ね、あのね、それついてんのを選んだの。でもね、15巻だけついてなかった。うん、そうなの。そう、20巻がね、なかったんだよね。20巻だけない。20巻だけ、あと揃えれば。これで揃った？え、揃った。おめでとうございます。パチ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 。はい、ということで今回はね、リミちゃんにサプライズのプレゼントをもらいました。はい、ひ
披露がめちゃめちゃ嬉しかったです。後でね、呼びたいと思います。はい。はい。はい。それでは、バイバーイ。